繊維目細胞の全中期における人の23の染色体の領域。全中期は真核生物の体細胞の有意と分裂において、前期の後、中期の前の段階である。全中期では、角膜は無数の小方面ブレンベシクルズへ解体され、内部の染色体では、同原体と呼ばれる、タンパク質構造体が形成される。防水体の極となる。 中心体からの動原体微小管が染色体に到達して動原体と接着し染色体を揺り動かす。他の防水体微小管はもう一方の極から来た微小管と接触する。防水体微小管に結合したタンパク質、モーターの駆動力により染色体は細胞中心へ向かって移動する。全中期は常にあり、分裂の明確な部分として、 表出するわけではない。この用語を用いない文献では、これらの事象は前期の終わりや中期の始めへは割り当てられている。微小管は、同原体微小管と非同原体微小管の二つのタイプから構成される。すべての同原体微小管が同原体に接着して、全中期の役割が完了すると、中期が開始される。同原体での接着が起こっておらず、 そのため整列していない染色体は、他の大部分の染色体の整列が完了していても、スピンドルチェックポイントのシグナルを発する。これによって、すべての同源体が接着して、すべての染色体が整列するまで後期、促進複合体が阻害され、後期への進行が防止される。中期の始め頃の事象は、全中期の終わり頃の事象と同時に起こる。 同源体と微小管の接着が起こった染色体ではまだ接着が起こっていない染色体で全中期の事象が起こっているうちから中期の事象が個々に開始される。ありがとうございます。